はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエルさんちようこそ。はい、皆さんどうでしょう。 GoTo Eat とか GoTo トラベルとかっていろいろあると思うんですけど、皆さんなんかやってます？行ってます？私はいまいちその GoTo トラベルのやり方もいまいち分かってないし、GoTo Eat もいまいち分かってないんで、まあ、キャッシュバックを受けられるのか、それとも、まあ、割引になるのか、なっているのか、分からんので、いまいち分からん。っていうのが、まあ、行かない理由の一つでもある。まあね、その GoTo トラベルもそうなんだけど、まあ日帰りで行く程度で、まあある意味満足しちゃってる部分があるんで、なかなかね、その一泊してどっかに行くっていうのは少ないかも。まあほとんどね、同じところをくるくる回ってるだけなんですけど、まあ、大体その、なんだろう、一回行ったところを1ヶ月くらい経ったら、じゃあ行こうか、またそっちに行こうかっていうことをしたりとかする、しようかなとは思っているんですけど、ただね、あれですね、YouTube に動画をアップするっていうことが最近ね、まあどっかの神社に行ったりとかするときに、まあ動画をね、アップして撮ってアップするっていうことが多いんですけど、またね、一回行って、まあその時は動画をアップ撮るっていうことはあんまりなかったんですよね。ほとんど写真だけっていう。で、それはなぜかっていうと、ブログにね、アップするために、写真を撮ることが多くて、動画を撮るっていうことはなかったんですよね。だから、まあ、今まで行ったところでも、動画を撮るっていうことが少なかったんで、ちょっとね、また、まあ、冬はね、ちょっと、行けるかどうかわかんないけど、山梨の方にもね、行きたいなと思うんですよね。ただね、ちょっとね、当面はいいとして、ちょっと山あいのところにね、ある、まあ、道の駅だったりとか、ちょっと雪が積もるところに行くのはちょっとなぁとは思って、まあ来年の4月、5月ぐらいまで、ちょっと待ってみようかなっていうのはあります。ちょっとね、都市部あたりは行こうかな。伊豆なんかもね、ちょっと行ってみたい気もするけど、まあ、それもそれでね、ちょっと山を通ったりするんで、それも、ね、アイスバーンだっけ、それで、スリップして、ね、事故を起こしてしまうのもどうかなと思うし。一応ね、チェーンはあるんだけど、まあそれでも、ね、用心に越したことはないんで、まあ行くとしたらもう本当に都市部みんながちょっと出かけることが多いところですね。いや、前の方は多分行かないかな。それかもう本当に電車で行ける範囲内のところに行く。そうだね。まあだからね、県外に行くことは本当にない。まあ県内でも、
まあ山あいのところがあるんで、そこはちょっと行けるかなーっていうのはあるんだけど、伊勢原大神宮っていうのも行きたいな、もう一回行ってみようかなーっていうのはありますね。伊勢原市にある結構大きい神社さんで、なんか言われだと、その伊勢の方の人が、まあ船旅かなんかに行って、ちょっとね、移住するところ、ちょっと他のところに移住してみようっつって、行ってみて、でたどり着いたところがちょうど伊勢原のところで、昔のね、その日本と今の日本でちょっとね、日本の形が微妙に違ってたりとかするみたいなんで、どこをどうやってこう、まあ行ったのかわかんないんですけど、なんかここの土地がいいって思ったらしく、そこに着いて、で伊勢原大神宮ってね、その外宮と内宮が、まあ横並びなんですけど、あるんですよね。で内宮は内宮、外宮は外宮のその建物の中に入っていて、そうね、結構綺麗ですよ。何回か言いましたけど、何回か、3、4回か、3回か、忘れましたけど。あとはね、日比谷神社っていうところがあって、あそこもね、あそこら辺にね、古墳かな、なんかそういうのが出たらしいっすね。だから結構その時代から、その日比谷神社の、その前身となるような、まあ大元みたいなのは、そこら辺で、そういう神社、もどきって言ったら怒られるけど、まあ、神社のようなこう神様を祀るところがあったらしいですね。でそれがまあ大きくなって日比谷神社になったらしいんですけど、あと何があった？あとはね、伊勢原といえば大山、大きい山と書いて大きい山と書いて大山なんですけど、結構ね、小学校とかね、あそこのも登らされた 本当に遠足とかね、そこにね登る機会があるんですよね、小学生。多分近隣の小学生はあそこに登らされた記憶があると思います で同じ地域で大きい山って書いて大山大山で、鳥取の方にありますよね、大文字焼きで有名なあそこ。だからね、結構ね、間違えられること多いし、で神奈川県外の人がに、そういえばさ、大山知ってる？神奈川県知ってる？って聞いたら、大山じゃないの？って、鳥取にあるあれでしょ？って言ったら、いや違うんだけど、神奈川県にもあるよ、大きい山と書いて大山って。知らねえよって言って、阿夫利神社、阿夫利神社って知ってる？って言ったら、その神奈川県で有名な阿夫利神社って知ってる？って、ああ、知ってる知ってるって、あそこがあるところだよって言うと、へえっていうことが多分ある 多分ある。お寺さんもあるんだよね、阿夫利寺かな。まあ、もともとその神社仏閣が一緒の時があったと思うんで、その名残でね、同じ名前だったりするんだけど、結構ね、大変みたいですよ。皆さんね、そういうこと聞きました？
なんか話がそれちゃったけど、うん、神奈川県結構ね、伊勢原とかそういうところはね、神社仏閣がある、大小構わずあると思う。探すとね、結構面白いかもしれないですね。うん、もしかしたら自分好みの、ね、神社があったりとかするかもしれないんで。それでは皆さん、さようなら。GoTo キャンペーン行ってないな。